カッサンドロスはアンティパトロス長初代のマケドニア王である。カッサンドロスはマケドニア王国の重臣アンティパトロスの子である。カッサンドロスが最初に記録に登場するのは紀元前323年バビロンにてである。同年アレクサンドロス3世は高熱を発し休止した。その死因は現在も諸説あるものの暗殺を疑う構成の多くの鹿はカスサンドロスを アレクサンドロス暗殺犯の有力候補の一人ではないかと目した。その動機はアレクサンドロスによるアンティパトロスの折衝解任の決定であり、それがカッサンドロスをして王に毒を漏らしめたというのである。例えば、ユスティヌスははっきりとアンティパトロスの指示でカッサンドロスは王を毒殺したと述べている。このように言われるほどカッサンドロスは 他のディアドコイに見られないほどアレクサンドロスへの憎しみを抱いていたようであり、後にアレクサンドロスの遺族をほぼ寝絶やしにして、王位を奪ったとアレクサンドロス4世は殺害されている。紀元前323年、アレクサンドロス3世の死後間もなく、開かれたバビロン会議で、カスサンドロスはカリア大使及び、このエ長官に任じられたが、紀元前321年のトリパラディソスの 軍会では、カリア大使及び先人隊長となった。紀元前319年、帝国摂政の地位にあった父アンティパトロスが死去した。彼は、死の間際に、自身の地位を、老将、ポルペルコンに譲り、カッサンドロスは先人隊長に留任した。しかし、自らが摂政位につくことを望んでいたカッサンドロスは、この決定に不満を持ち、 プトレマイオスに同盟を呼びかけるための密集を送り、狩りのふりをして出発して、ヘレスポントスを渡り、アンティゴノスとも同盟を結んでポリペルコンに対抗した。その後、カスサンドロスは、ポリペルコンの艦隊を壊滅させ、アテナイをデメトリオスの支配下に置かせた。紀元前318年に、トラキアにいたポリペルコン派の将軍クレートスに対して、部下のニカノルを送って、 クレートスを廃止させ、紀元前317年に自身の摂政位を宣言した。その後、カッサンドロスはギリシアに遠征していたようであり、テゲア包囲中の紀元前317年、彼は大王の母オリュンピアスが、小国のエッペーロスからマケドニアへと帰国し、ピリッポス3世とその日エユリュギケ2世、彼女はカッサンドロスと手を組もうとしていた、を殺害したという知らせを受けた。 カッサンドロスはテゲア人と手を打った後、マケドニアへと戻った。マケドニアに戻った、彼はオリンピアスのコモルピュドナを包囲した。包囲中、彼はオリンピアス救出に来たエペーロス王、アイアキデスを破った。これを受けて、エペーロス人はアイアキデスを見放して、カッサンドロスの側につき、さらに頼りのポリペルコンの兵士はカッサンドロスによって買収されたため、 オリンピアスは孤立無縁となった。その年の冬、カスサンドロスはピュドナを完全に封鎖した。そのため、ピュドナの市内は、ヒギリシア人の一部は彼らの自然的欲求が、両親に打ち勝ったために、死体を集めて食べられる肉を探した。その死はすぐに、死体で満たされ、女王の友人たちの家来たちは、死体の一部を埋葬し、他を死の城壁へと投げた。 その光景は悲惨で、女王の宮廷にいて、贅沢にふけていた夫人のみならず、苦難に慣れていた兵士にもその悪臭は耐えきれないほどで、あった。と言われるほどの惨状を呈した。オリンピアスはピュダナ脱出を試みたが、彼女の船はカスサンドロスに捕まり、彼女は殺された。同時に、カスサンドロスは、 アレクサンドロスの維持アレクサンドロス四世とその母、ロクサネをアンフィポリスに軟禁し、アレクサンドロス大王のイボイモとテッサロニカと結婚することによってアルゲアスアサと結びついて多い継承権を得た。紀元前316年、カスサンドロスはギリシアのポリペルコンアレクサンドロス不死を倒すべく軍を率いてギリシアに入った。この時、カスサンドロスは アレクサンドロス大王によりかつて破壊されたて、バイを再建した。その後、カスサンドロスは、ペロポネソス半島へと向かったが、コリントス地境をアレクサンドロスが守っていたため、メガラへと転身した後、水路でペロポネソスに入った。そして、カスサンドロスは、アレクサンドロスとの同盟を破棄させて、イトメ以外のメッセニア地方、そして、アルゴスを味方につけた上で、 アレクサンドロスに戦いを挑んだが、乗ってこなかったため、ゲラネーアに、モリコス指揮下の2000人の兵士を残して、マケドニアに帰った。同年、セレウコスの呼びかけで、カスサンドロスリュシマコスプトレマヨス、そして、セレウコスからなる対アンティゴノス同盟が結ばれた。この頃、ディアドコイ戦争においてアンティゴノスが、ひときわ対等するようになり、他のディアドコイとの対立を深めていたためである。 彼らはアンティゴノスを各方面から攻撃し、カッサンドロスはアスクレピオドロスをコアジアに送り、アスクレピオドロスはアミソスを包囲した。一方、カッサンドロス自身はペロポネソスへと遠征して、各地を占領してマケドニアへと帰った。しかし、アンティゴノスによってペロポネソスへと送られてきたアリストデモスが、アレクサンドロスと組んでカッサンドロスの占領地を、 奪おうとした。これに対してカッサンドロスは、ペロポネソスの将軍の地位を与えることによって、アレクサンドロスを買収し、アレクサンドロスにアリストデモスを見捨てさせ、自身との同盟を結ばせた。翌紀元前314年、カッサンドロスは、アイトリア・アカルナニア・ユリア方面へと遠征し、十分な成果を得た後、将軍リュキスコスを残して帰国した。そして、 アンティゴノスをアジアに縛り付けておき、ヨーロッパ侵攻を防ぐためにアサンドロスがアンティゴノスに抵抗していたカリアに軍を送った。しかし、アイトリア人が反撃を開始したため、紀元前313年にカッサンドロスは将軍ピリポスを送った。ピリポスはカッサンドロスに立てついたアヤキデス、アイトリア軍を立て続けに破った。一方カッサンドロス自身は、 ギリシアのオレオースを包囲していたが、そこへメディオスとテレスフォロスの艦隊が襲撃を仕掛けてきた。4隻の船を焼かれたが、カッサンドロスは反撃に出て敵戦1隻を沈めて3隻を打歩した。カッサンドロスは紀元前310年にロクサネとアレクサンドロス4世を処刑した。その翌年、 ペロポネソスに逃れていたポリュペルコンニワイロを送り、彼がカスサンドロスに対抗する切り札として用していたアレクサンドロスの諸子ヘラクレスを殺させた。これにより、マケドニアの王位継承権を持つのは王女テッサロニカを妻に持つカスサンドロスの目となり、紀元前305年に彼は王位を主張した。これは前年にアンティゴノスが王位を宣言したことに対抗する意味合いもあった。 アンティゴノスからの攻勢に直面したカスサンドロスは、これに対抗するため、プトレマイオス、リュシマコス、セレウコスらと対アンティゴノス同盟を結成した。紀元前301年にアンティゴノスは、リュシマコス・セレウコスの連合軍と戦って廃止し、カスサンドロスは、名実ともに、マケドニアの支配者となった。その後、カスサンドロスは、紀元前297年に、不シで死んだ。 カッサンドロスの王朝は長続きはしなかった。彼が後継者とした、ピリッポス四世は即位後一年と経たないうちに死去し、その弟である、アレクサンドロス五世とアンティパトロス二世の二人が共同で王位についたが、彼らは互いに王位を独占しようと争った。イプソスで敗れて、剣道従来を目論んでいた、アンティゴノスの息子、デメトリオスが、その争いに介入した。 彼はまずアレクサンドロスに肩入れして、アンティパトロスを放逐。続いて、カッサンドロスが、大王の遺族へ悪行を働いたと、大義名分を唱え、アレクサンドロスを殺害。自らが、マケドニア王位についた。この後継者争いの混乱の中でカッサンドロスの妻、テッサロニカもアンティパトロスに暗殺された。カッサンドロスはアレクサンドロスを激しく憎んではいたが、 アレクサンドロスの妹である妻テッサロニカとの間にはすでに挙げた三子を設けており、トシテルマを妻の名前から取ってテッサロニカと改名した。また、自らもポティダイアの廃墟にカッサンドレアを建設した。当政時、当地の人々がアレクサンドロスの元にやってきたと聞き廃礼をやっているのを見てギリシア風に育っていたカッサンドロスは腹を抱え、笑った。しかし、 これに怒ったアレクサンドロスはカッサンドロスの髪を掴んでその頭を壁に打ちつけた。アレクサンドロスへの強い恐怖が染みついたカッサンドロスはアレクサンドロスの像の前を通るときはいつも体が震えめまいを覚えたという。ありがとうございます。